狙うはジャイアントキリング、伊勢崎28期三浦航平。デビュー9年、平成チャンピオンカップで悲願の G1 初優勝、さらに SG オールスターでは初優勝と今年大きな飛躍を遂げた。今の全力で挑めるように、今の 100% の力を出す頑張ります。全力で挑んだ先に見えるのは大晦日のチェッカーフラッグのみ。三浦の勢いはもう止まらない。気負わず一人でも多くのファンの方の期待に応えられるように一生懸命頑張ります。応援してください。16人の選手たちが繰り広げる異次元の高速バトル、大晦日頂上決戦が今幕を開ける。最高の走りを。